開始伝っていうのはですね。この機動戦士ガンダムの中でジェミニーの役割です、ね。両人会の役割なんですね。実は機動戦士ガンダムでですね。あのはっきりと人格を持って成長した,したって言えるのは、僕はあのアムロとシャアと貝この3人だけだと思っているんですね。もちろん他にいいキャラになった人いるんですよ。何だろうな？二面性を持ってたり、あの？ 成長したたりとかです、ね、いいキャラになった人がいます。例えばフラウボーもそうですしブライトさんなんかも本当にそうですよねあとスレッガーさんのうちに出てくるあと、まあ、ドズルザビにしてもですねあとまあなんだろうガルマにしてもです、ね、ガルマにしてもその最後の方でいい生き様を見せてくれたあとはマクベもねアンが実はいいキャラだしランバラールンすごい人気ありますねでもこれらのキャラクターとていうのは実は成長はしてるとは言えないんですね。 奥に持っているいい部分を見せていいキャラであるっていうのを見せただけであって実は成長したよう成長したというふうに言えるのは例えばその後にガルマを裏切って殺してしまったことによって自分の中で引っかかりが出てそれによってザビ家打倒というふうなところから一生懸命脱出しようとして結局それをなんだろうなララーを殺してしまったアムロ君と 和解できないまま最終回にまで感情のごちゃごちゃを持ち込んでしまう者、これは確実にキャラクターとして成長しているというのかな、葛藤があるんですね内面に。で、あとアムロっていうのも、あの一番最初のあの居場所がないのからだん,だん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 居場所があるのになってきて、ところが居場所があるんだけども、その居場所っていうのは。 だろう単に自分の能力だけを見てるもんだそれで拗ねて砂漠の街でホワイトベースから家出してで帰ってきてでその後、自分がどん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 変化していくであの昔生き別れになってしまったお父さんとの出会いとかいろんなものがあって人間的なな成成長長といいううののを、成長っていうのかな喪失って言ってた方がいいです、ね、失うものが多いあまり成長せざるを得ないということをアムロ君は経験すると。 この時は正論を言って突っ込むだけの人間であって周りから誤解されやすいんですけど実はかなりクレバーでなんだろうな僕らオタクの実は機動戦士ガンダムの中でオタクを体現しているキャラクターって誰かっていうとシャアでででももなないし、アムロでもなくて、実はカイだと思うんですよ。じゃあその「イがどのようにしてアムロみたいに能力で自分の居場所をなんだか 背負っていくんではなくて、どうやってカイが背負っていったのかっていうと、カイもまたやっぱり大事な人を失っていって、で自分自身がホワイトベースのクルーを見放そうとした時に、何だろう見放せないことが分かってっていうそういうなんかね、すごい回り道をしながら少しずつ自分の位置を掴むということをやっているんですね。だからこの3人のみはすごい成長しているキャラクターで、実はガンダムの中の僕はその主役キャラだというふうに思っているんですけれども。 うん、ピノキオに出てくるあのジムニークロケットっていうです、ね、あのコオロギがいるんですけどあのディズニーのピノキオというのは女神様がピノキオっていう木の人形に命を与えるでも命を与えるけどあなたは善悪がわからないから両親の象徴として善悪を教えてくれるコオロギをあを友達につけようへ。 ううるさく言うしかできない。だからピノキオはいつもジムニク・ロケットの言うことを無視してやりたいように振る舞っていってどん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 偉いことになってしまうというキャラクターなんです人人間機械だって石森章太郎のですねこの漫画の中でもですねキカイダーっていうのはこれ作品の中でも醜いっていうふうに言ってるんですね。 でえ未完成で見にくいと。本当は完全に変身できたらロボットとして変身できたら全部がこの青い側で統一されるはずだとでも変身しきれなくてですねこの半分機械が見えてしまって見にくい体だっていうふうに作品の中で言われているなんでそんな見にくくなったのかというと機械ーは両親回路っていうのが入,られ,入れられてしまっているとなので機械になりきれないんですね何か善悪っていうのが分かってしまうとそういう善悪を 分かるサーキットチップを入れられてしまった、それを両親回路その両親回路にはジェミニーって名前が付けられてるんですねジェミニークロケットのことですあのピノキオの中この「人造人間機械だ」っていうのを、まあ、そのうちこの全5巻の漫画なかなかすごい漫画なんです。<laughs> そのうち全話解説やりますけどもいかにしてそのピノキオというお話人間の心を持ってしまった人間でないものっていうのが いいいかかに生きていくのかというです、ね、すごいこうさすらいの物語ですその中で不完全な良心回路それがジェミニーと呼ばれているものがですね、えー、ただ単に人に復讐し,復讐したい人の言うことを聞いていたいというもう一つのですね復讐回路というのがあってそれはイエッサーって名前なんです <laughs> ジェミニーとイエッサーって2つの回路をなんか取り付けられてしまった機械だっていうのが最後の方に出てきてですね大クライマックスに至るんですけど。 海子伝というのはです、ね、この機動戦士ガンダムの中でジェミニーの役割です、ね、両親回路の役割なんですね。でどちらかというとその両親回路の両親っぽさっていうのが未来さんに出ていてでそれが邪悪なツッコミというのかなあの人の心がないツッコミみたいなものを開始点が引き受けている構造になっています。